オジェウ事件とは、第二次世界大戦の初頭に発生した事件である。ポーランド海軍の潜水艦オジェウが、中立国エストニアの首都タリンに避難した。この事実は、ソビエト連邦によって、エストニア併合を正当化する口実として利用された。オジェウがチスドイツがポーランドへ兵を進めたとき、ポーランド海軍の潜水艦オジェウは、バルト海で任務に当たっていた。しかし、 艦長のクーチュコフスキ中佐が病に倒れた。そこで、オジェウの士官たちは、ポーランド海軍基地への帰還を諦め、エストニアのタリンを目指し、1939年9月14日、到着した。次の日には、クーチュコフスキ中佐は病院へ運ばれた。1907年に締結されたハーグリク戦条約の13条発行によれば、中立国政府は、 軍事行動を行う可能性のある、いかなる感染後も、自国から出航させない義務があった。ところが、ドイツの要求に屈したエストニア陸軍は、オジェウに乗り込み、水兵らを抑留して、海図と広報機器を没収し、武装解除を開始した。オジェウの乗組員らは、副長、ヤングルジンスキ少佐の指揮下で密かに、他人脱出を試みた。霧の深い夜、 戦隊の半分ほどを海中に沈めたオジェウは、野員に乗じてタリンを脱出した。この時、乗船していたエストニア兵2名が人質に取られた。また、この事件を追っていたエストニアとドイツの記者は、エストニア兵は殺害されたと発表している。実際には、このエストニア兵は、スウェーデンの海岸で解放され、衣服と食料を与えられた。さらに、 不運ななり行きから人質となったエストニア兵に同乗したオジェウの乗員らは一等列車での帰還がふさわしいと考えたため一人につき50ベイドルを与えられた。エストニア、タリンに設置されたオジェウの記念碑ポーランドを侵略したソビート連邦は1939年9月17日、エストニアがオジェウの乗員と共謀して彼らの逃亡を助け、 中立義務に反したとして非難した。すでに、モロトフリッペントロップ協定によって、ドイツより、バルト三国兵団の許可を与えられていた、ソビエト連邦は、格好の大義名分を手に入れた形となった。ソ連は事件を、最大限に利用し、前線をちらつかせながら9月28日、エストニアソ連防衛相合援助条約を締結した。この条約により、エストニア国内への、 赤軍基地建設が認められた。これは、翌1940年のエストニア併合を容易にした。オジェウは、タリンからイギリスへの移動中、一隻の敵船も撃沈しなかったが、ソ連当局は、輸送船メトリストが9月26日にナルバ沖で撃沈されたとして避難した。なお、オジェウは、その後、1940年4月9日に、 ドイツの輸送船リオデジャネーロを撃沈5月の出撃を最後に未期間となった。ヒズマジェスティーズサブムリンズ P19 ISBN-1576380211 コンベンションコンサーニングザライツディューティスオブニュートラルパワーズ・インネーバル・オー Con 2015年1月22日閲覧 C クラシックボリューム16ノ、no, ー2マーチ1983ページ21 ありがとうございます。